今ですね、私の愛するハニーさんがなんか生命所でこそこそやってるんで何してるのかなと思って見てみたらすごいことやってました。こんにちは。こんにちは。何しているんですか。これすごい。生命所の棚をね、見てください。これうちの洗面所のこれ壁なんですけど、ちょっとあの柄がいいでしょ。これでもこれ小泉さんがマスキングテープで貼ってるんですよ。よく見たらすごくないですか。本当はね、こっち側見たらわかるけど、この壁紙なんですよ。このいかにも洗面所に貼ってあるこの洗面所用のこのクロスをなんかちょっと味気ないなってことで、私の愛するハニーさんがなんとこれ一枚一枚さ、マスキングテープでこうやって貼って、で全体を見るとこんな風になってるんだよね。そう、こういう壁紙みたいに見える。すごい見えるのよ。すごいです。このちま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 したことをね、ずっとやってるの。賃貸住み始めてからやって、そうだから2年越し1年半か今ね。でここに棚がさっきまであったから、うん、この棚が今そこにあったんだけど、こっちずらしてそうそう、でもこんだけあるとなんかもう壮観な感じがしていいですね。だから本当こんなことでね、住空間が豊かになる。そう、素晴らしいです。マスキングテープ様々。マスキングテープこれもね、決まったマスキングテープじゃないと雰囲気が変わっちゃうからね。そうだね、うん、このさ、やっぱゴールドっていうのがさ、そうだね、黒とゴールド、グレーとゴールド、そう、ね、何気にね、ちょっとそうランダムに変えてるの。あ、定期的じゃないんですね。そう、黒がまあ多いんだけど、グレーもたまに入れて。素敵。これでなんか急になんか素敵な雰囲気になってるね。そう、ちょっとね、この古さがまた。で、これを全部やるの、いずれは。いや、全部やると。この面だけですか。でも、こうなったら、ここまではやってもいいかなと思う。こっちまでね、横の面まで。こことここ。上はどうですか。上はそこまでにしとくかどうか、ちょっと考えて。これから、まあそういうの考えてるのも楽しいんだよね。そうだね。ああ、いいじゃないですか。とにかくこのよくわからない究極の集中力を生み出す作業がそういうのね、好きだよね、ハニーは。大好き、うん、でも暑いね。暑いでしょ、エアコンもないところで、うん、はい、こんな感じで今浴槽の入り口側の面、棚があるところまではできたので、もう一面こっちの棚側内側をだけやって、要は4面あるうちの2面やってみよう。この元々のこの柄ね、ちょっとレトロチックな柄のこの部分を隠したいから、マスキングテープはまずこっちのゴールドの方を少し長めに取って、でここに線に合わせてこんな感じで貼ります。でこっからここでちょっとこう正方形になるようなイメージにして、そして黒かグレーこのマスキングテープで、でこっちは正方形になるようなイメージでこんな感じでカットをして、でこの縦の線になるべく合わせて、そして横の線も合わせて、あら、こんな感じ、縦と横を合わせてこうやって貼る。そうするとこの柄が出来上がると。
はい、下までできた。なんかこれだけでも十分可愛い気がするんですけど、下もこんな感じになって、こことか結構可愛くないですか。で、これをまたね、黒とグレーで頑張ろう。できた。こんな感じできるもんだな。下からズズズっと切って、で、洗濯機のところは見えるところまで、で、このドライヤーをかけてたところはこんな感じになって、で、窓枠ずっと切って、おお、すごい。で、こっち側の面がもともとあった方、ほうほうほう。なので、ここにまた棚を戻して照明を付け直してみます。セッティング完了。じゃあ照明をつけちゃおっかな。おお、はあ、できた。洗面所も古いけど、こんな感じでお気に入りの場所になりますよ。ちなみにこれはただ板を敷いただけの状態です。もともとはね、ビニールみたいな床だったんだけど、ってな感じでガズの家でしたって思ったけど、やっぱり上まで張ってみました。だけど上は黒を途中でやめて、あとはグラデーションとか最後はしてみて。